マイク・ポートノイ、ニケ・ポートノイ、1967年4月20日台は、アメリカ合衆国出身のドラマー、ミュージシャン、作曲家、プログレッシブメタルバンド、ドリームシアターの初代ドラマーとして知られる。ローリングストーン誌選出、歴史上最も偉大な100人のドラマー第8位。1967年4月20日にアメリカは、ニューヨーク州のロングビーチ市にて生まれる。父親が地元のラジオ局で DJ をしていたため、ビートルズをはじめとする音楽に囲まれて育ったという。独学でドラムをはじめ、地元のバンドで腕を磨いた後に、バークリー音楽大学の奨学金に合格し、同校に入学。入学後、たまたま練習室で、ギタリストのジョン・ペトルーシとベーシストのジョン・マーアングと出会い、ドリームシアターの母体となるバンド、マジェスティを結成する。その後バンド活動に専念するために、大学は休学し、1989年にバンド名を現在のドリームシアターに改名しデビュー。その後のドリームシアターとしての活動は同校を参照。1997年にプロジェクトとして、リギッドテンションエクスペリメントを立ち上げる。トニー・レビン、ジョーダン・ルーです。そして、ドリームシアターのメンバーでもあるジョン・ペトルーシというメンバーで制作されたアルバムは、その超絶技巧ぶりから人気を呼ぶが、アルバムを2枚制作した時点で、ジョーダン・ルーですが、ドリームシアターの正式メンバーとして加入。2つのバンドに同じメンバーが3人もいては、両方やる意味がないとし、プロジェクトは、正式に解散している。2000年からは新プロジェクトトランスアトランティックを立ち上げる。2003年にメンバーのニール・モーズの宗教上の理由でバンドは一時休止するが2009年から復活。2001年6月からジョン・ペトルーシがジョー・サトリアーニ率いる G3 のツアーに参加することに伴い、ジョンのバンドに参加してツアーに同行する。2005年5月には G3 としての初来日にも同行した。なお、このツアーでは、ジョン・ペトルーシのソロアルバムからの曲を主に演奏していたが、ソロアルバム自体でドラムを叩いているのは、ポートノではなくデーブ・ディセンソである。2003年からは、フェイツ・ウォーニングのギタリスト、ジム・マテオスが立ち上げたプロジェクトの OSI に参加。2010年5月、アベンジド・セブンフォールドのサポートドラマーとして、アルバム、ナイトメア制作とツアーに参加することを発表。9月、ドリームシアターのメンバーとの意見の相違により、自身の公式 HP 上にて、バンド結成からのオリジナルメンバーとして25年間在籍した、ドリームシアターから脱退することを発表した。2011年初頭、シンフォニー X のラッセル・アレンらと共に、アドレナリンモブを結成し、同年8月にはセルフタイトルの EP をリリースした。2012年、ビリー・シーン、リッチー・コッツェンらと共にトリオバンド、ザ・ワイナリー・ドッグスを結成。翌年5月にはアルバム、ザ・ワイナリー・ドッグスでデビュー。7月には来日公演を果たした。2013年6月、スケジュール上の問題により、アドレナリンモブから脱退した。2015年、米ヘビメタルバンド、トゥイステッドシスターに加入。翌年の解散まで在籍した。2016年、メタルプロジェクト、メタルアリジェンスに参加。2017年、スーパーグループ、サンズ・オブ・アポロを開始。最も影響を受けたドラマーは、ラッシュのニール・パートであると公言。現に彼は、ニール・パートの存在なくして、ドリームシアターは存在しなかったとも発言している。その他には、テリー・ボジオ、ビル・ブラフフォード、ビリー・コブハム、ラーズ・ウルリッヒ、サイモン・フィリップス、ジョン・ボーナム、リンゴ・スター等から、また、バンドとしては、ビートルズ、ラッシュ、クイーン、イエス、ピンク・フロイド、メタリカ、アイアン・メイデン、ディープ・パープル等から影響を受けたという。またデスメタルなども聞き、さらに1994年頃には、ラップに傾倒していたそうである。その影響は同時期に発表したアルバムアウェイクなどで感じることができる。ドリームシアター初期の頃から点数の多いドラムセットで手数の多いドラムを叩くというスタイルを確立している。若い頃から基本的に2バスのドラムセットで練習したと教則ビデオで語ってる。時代とともに点数は増加する傾向にあり、2000年頃からは2バスと1バスの2つのドラムセットを一体化させた、椅子2つの3バス、椅子の後ろのドラも含めほぼドラマー全周を囲む巨大セットを使用している。この中を立って移動しながらのタム回しを可能にするため、タム群は一連化され1バスの型のセットでは、ハイタムとロータムの配置が逆さになっていたり、フロアタムの代わりに、後傾の小さいタムにヘッドを緩く張ったタムを使用して、低い音を得るなど、実験的な要素が含まれていることが多い。ただし他のプロジェクトなどでは、必ずしもこの限りではなく、リキッドテンションエクスペリメントのアルバムツアー、また G3 のツアーなどでは、ツインペダルの1バスセットでまとめるなどシンプルなセットも使用している。スタイルは複雑な構成でメロディックなリズムパターンと手数の多いフィルインが特徴。2バスやダブルストロークなども交えた6連や32分のフィルでギターやキーボード等とのユニゾンプ位は圧巻である。また、極端な変拍子が目まぐるしく入れ替わる、ドリームシアターの屋台骨であり、その複雑なリズムワークは、彼の代名詞としてよく取り上げられる。トリッキーな変拍子フレーズには彼自身思い入れがあり、常に意外性のあるプレーを考えていると語っている。しかしながら、その過度のドラミングからか2004年にはついに、腱鞘炎になってまった。常日のように、ドラミングのテクニックばかりが注目されるが、むしろ評価されるべきは、楽曲のアレンジや展開などの構成力、マイク自身も、そのような発言をしている。メンバー全員が大量の音楽知識、アイデアを持っている、ドリームシアターにおいて、うまくそれらをまとめる彼の存在は、非常に大きいと言える。しかし一方で近年は、彼自身が影響を受けた楽曲のアイデアを、持ち込みすぎであるという批判もある。1990年代中頃からコーラスも行っている。近年では一部曲中でボーカルを取ることもあり、その歌唱力の向上もポートノイの音楽性を語る上で大きな要素にもなっている。マイクスタンドは彼の背後から伸び、頭上を通って安全に下ろす、可動式のものを使用、必要に応じて都度ドラムテクがマイクスタンドを操作している。ドラムの椅子は極力高くするという。またスティックのグリップエンドが完全に手の中に隠れるように持つのも彼のプレイスタイルの特徴である。使用するセットは弾が多いが1990年代中頃にのみメイペックスのセットを使用していた。なお、ポートノイ本人が使用しているスネアにはスナッピーを無段階で調節する機構が導入されている。マイク・ポートノイモデルのスネア発売にあたり、市販モデルにもその機構を取り付けることを本人は望んでいたが、費用と採算の面などから全く同じものを取り付けることは叶わなかったという。代わりに市販モデルには2段階に調節できる機構がついている。ドリームシアターにおいては、特にケビン・ムーアが脱退した1994年以降は、ジョン・ペトルーシと共に、リーダー的な役割にあり、ライブ DVD などでは本人が制作や映像の編集にも携わる。例えば、メトロポリス2000、センズフロムニューヨークの映像特典として入っている各地の会場の撮影画像は曲の途中のブレイクでポートノイ本人が撮影したものである。ビジネス面でも細かく指揮を取り、アルバムに限定版を設けるのは彼の発案によるところが大きいという。プロデューサーのケビン・シャーリー曰く、バンドの原動力。普段は、和やかな性格で、ジョークもよく言うが、バンド内で意見がぶつかった際など声を荒らげることも、あるという。ライブ DVD の、Go Years in a Live Time の副音声のコメントの中で、一時は、バンド内部に亀裂が生じ、そのいざこざから脱退まで考えたというエピソードも、語られている。体にタトゥーを彫ったり、顎ひげを青や紫に染めるなど、容姿は他メンバーに比べると攻撃的である。バスケットボール好きで、ライブ時にはよく NBA のチームのユニフォームや、それを模したオリジナルのユニフォームなどを着ている。前日のメトロポリス2000、Sends from New York を収録したライブの時には、背番号00を入れたオリジナルのユニフォームを着ていた。大の日本好きであり、それもあってか彼の肩には、マイキーとカタカナでタトゥーが入っている。マイキーとは彼の愛称。ただ、日本先行発売や日本版ボーナストラックといった時には否定的な考えを示している。ライブにはよく子供を連れてきている。ライブビデオなどではドラムセットのすぐ後ろのステージ裏でスティックを振って遊ぶ子供の姿が収められているものがある。シグネチャーシンバルであるサビアンのマックス・スタックスとシグネチャースネアであるタマのメロデマスターの名称は彼の息子の名マックスと娘の名メロデが由来となっている。自身のサイトやツイッターでファンとの交流を頻繁に行っていて質問に答えたり意見の合わないファンとの間で激しいやりとりを交わすこともある。2012年12月ツイッター上でのファンからのドリームシアターに戻りたいかとの質問に、陰でメンバーから反駁しがたい損害を受けた今、それは難しいと答えた。その一方で2018年現在のインタビューでの同質問には否定も肯定もできないが、時期によっては可能性が0とは言えないような発言も見られる。サポート。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。